はい、お待ちどうさま。俺はシンジ、味噌汁のサラリーマンだ。自由を求め、就職と同時に一人暮らしを始めたが、家事能力が皆無なため、夕食はもっぱら定食屋に頼りっきりで、すっかり常連になっていた。今お茶お持ちします。俺の親より年取った老夫婦が営む落ち着いた定食屋だが、ここ最近変化があった。お茶置いときますね。若い女の子がバイトで入ったのだ。若いというより幼いという表現が似合う。彼女の名前はユリ。二十歳の大学生だという。小遣い稼ぎにしちゃ熱心だな。毎日でしょ。うちは家庭事情が複雑なので。少しだけ教えてくれたのだが、彼女の家は母子家庭ということ、そして母親が働いていないということだ。小遣いじゃなくて生活のためか。最初はそう思うくらいだった。だがある日、店に入ろうと思ったら裏口の方から怒鳴り声が聞こえてきた。興味本位でちらっと覗いてみると、ゆりちゃんと派手な服を着た女性が揉めていた。この前5万円渡したばっかなのに、なんでよお母さん。うるさいわね。黙って全部よこせばいいのよ。一緒にいる女性はお母さんなのか。やたら着飾った小綺麗な身なりのお母さんに対して、ゆりちゃんはいつもジーンズによれた T シャツを着ている。お母さんが去った後、ゆりちゃんは泣き始めた。俺は静かにその場を立ち去ろうとしたら、落ちていた空き缶を蹴っ飛ばしてしまった。誰？ごめん、話聞いちゃった。お金がないのは本当なんですけど、それ以上にお母さんがパチンコとかブランド品に使ってしまって。でも私のたった一人の肉親だから、あんなお母さんでも大好きなんだ。気づいたらゆりちゃんは泣き止んでいて、俺は号泣していた。そして財布の中の金を全部ゆりちゃんに渡したが、断固拒否された。何か困ったことあったらいつでも連絡してと LINE を交換したものの、俺ができることってないよな。はあ、もどかしい気持ちを抱え、己の無力さをかみしめていた。一気にことが進んだのは夏も終わりかけの頃のこと。夜中に突然ゆりちゃんから LINE 電話がかかってきた。初めて連絡くれたね。どうしたの？シンジさん、どうしよう。ゆりちゃんを落ち着かせて話を聞くと、お母さんが交通事故に遭い病院に運ばれたとのこと。俺もさすがに動揺したけど、ゆりちゃんと一緒に病院に行くことになった。病院に着くと、お母さんはすでに息を引き取っていた。お母さん、私全然親孝行できなかった。こんなお別れ嫌だよ。ゆりちゃんはずっと泣いていたけど、俺はどうしていいかわからず、ただ立ち尽くすだけだった。数日後、ゆりちゃんがバイトに復帰するという連絡をもらったので顔を出しに行った。一人ぼっちになってしまったゆりちゃんは大学を中退して働きながら一人暮らしすると言っていた。いらっしゃいませ。俺は思わず、ゆりちゃん、うちに来なよと言ってしまった。え？どういうつもりで言ってるの？ゆりちゃんのことをほっとけないんだよね。彼女になってほしいわけじゃないんだけど、俺の妹として一緒に暮らさないか。急にそんなこと言われても。いいんじゃないかしら。店長さん、若い女の子の一人暮らしは物騒だもの。ゆりちゃんは迷っていたが、定食屋の老夫婦の後押しもあって、俺とゆりちゃんの兄弟生活がスタートした。さ
3ヶ月経ったら出ていくと言っていたが、期限が迫ると、もう少しだけいてもいい？と言い出し、気づけば2年が経とうとしていた。2年経ったけど、やっぱりお兄ちゃんとは思えないや。じゃあ結婚するか。そんなわけで俺たちは今、夫婦として一緒に暮らしている。